リバプール、ついに補強一人目がヒアウィーゴー。ジョルジ・ママルダシビリがリバプールへ移籍、いよいよ決定。バレンシアから加入するジョージア人ゴールキーパー LFC のメディカルチェックが本日実施される。3500万ユーロの契約金とセルオン条項が今すぐ結ばれるが、2025年7月にリバプールに加入する。今シーズンはバレンシアに留まる。さあ、ママルダシビリ決まったか。今夏初補強だ。ママルダシビリマジで応援してる。厄介なバレンシア相手に要求額より低い金額でママルダシュビリを獲得したのはすごい。アリソンとママルダシュビリの JGK 問題も来年加熱しそうだね。アリソンとママルダシュビリの一番争いとか、サッカー史上最高の戦いなんじゃないか。デシビート6番と RW はまだですかね。